はいいどうも、ラサリ,ーラサリーでございます、えー。今回もですね、えー、夏季講習日本史明治時代銀行制度について語っていこうと思いますのでよろしくお願いします。時は1872年、渋沢栄一がですね、国立銀行条例というものを出しますよと。で、今までですね、俯瞰紙幣、 ね、お金、紙幣は出すけども、それは金とか銀とかに交換できませんよというものだったんですけれども、この国立銀行条例においてです、ね、金貨と交換できる、打艦銀行券というものをですね、発行する銀行というものを作りましたよと。なんで、紙幣どんどん使ってくださいねというふうに広めようとしたんですね。 また、あの、国立銀行というものはですね、アメリカのナショナルバンクというものを模倣したものでございます。ただ、その国立銀行を作るにあたって、いろんな条件が厳しくてですね、特にあの、成果打換義務っていうね、えー、やっぱりその、額面と同じぐらいのですね、えー、良質のですね、えー、金貨銀貨を、作らないといけないわけですよっていうのが、めちゃくちゃ厳しかったんで、 当初はですね、国立銀行というものは4校だけでした。まあ、銀行をね、うというふうに数えますので覚えておいてください。まあ、東京、横浜、えー、新潟、大阪。えー、ここがですね、中心となりましたよと。でっかい都市が基本的になりましたよと。 新潟がね、えー、今のイメージと違うと思いますけども、まあ、新潟ですと金貨とか銀貨とかですね、よく出る場所でありましたので、まあ、東京、横浜、新潟、大阪というところがメインの銀行でしたよと。やっぱり全国的に広めたいので、まあ、1876年にですね、その国立銀行条例改正しまして、まあ、成果打艦義務をですね、問いたんです。とりあえず金と銀だったらいいですよと。 そういうふうにすることによってですね、全国に153校まで増えますよと。いきなり4校から153校まで増えるんですよね。ここの約4年ぐらいで。はい。ちなみにですね、その、1873年に最初の銀行のことを第一国立銀行というふうに言います。もちろん、この初代東取はですね、その銀行上営を考えた渋沢駅がつくことになりましたよと。 民間の普通銀行はどこなのかってことなんですが、三井銀行ということになります。三井財閥なんてね、有名だと思いますけども、その三井銀行ができますよっていうところも覚えておいていただければと思います。ではまた。